どうも、エルザです。それでは、ウォッチドッグスレギュンやっていきたいと思います。ですね、今回は、おばあちゃんがね、やられてしまったんで、いつもの、ちょっと今回は、新しく、第2のおばあちゃんをね、ただね、面白いのが、このジンさんなんだけど、おばあちゃんというよりかは、なんだろうな、不思議な感じなんだけどね。マジシャンらしいんで。で、あとは、スパイダー戦闘型。戦闘型どうかな、まあ、ちょっと使ってみようか、今回はね。で、こちらのおばあちゃんで今回は行きたいなと思います。お前みたいなバカが必要だ。進んで手を汚すようなやつがな。ああ、私はまだお払い箱になる気はないからね。せいぜい暴れてやるとするよ。いいね。まさかのこの格好で行くのか。最高やねえか。んじゃ、早速ミッションやっていきますか。あ、ちょっと待った。あ、サイレンサー付きめちゃくちゃいいね。超ステルスじゃん。いいな。GBB ですか。以前は世界で最も偉大な公共放送局として称賛されていましたが、現在はすげえクソという評価が一般的です。ナウトの言う大きな仕事とは何のことでしょうね。うん、正面ドアから入ろうとするのは無謀だな。屋上にアクセスポイントがある。そこから中を探ってくれ。立ち止まらないで。リストに載っていなければ中には入れません。なんで私がリストに入ってないって言えるんだ。言って、立ち止まらないでください。関わり合いになりたくない。やっぱ無理か。ああ、そういうわけではないね。そしたら、まあ、早速ハッキングしていくんだろうけど。いいねー。さあ、上へ参ろう。まあね、ハイジャックされると思ってないからね、こういうのね。まだ近くにいるはずだ。異常なし。エリア捜索中、まだ何もない。誰もいないわ。移動する。クリア。移動する。このエリアは異常なし。移動する。まだ捜索中。クリア。クリア。移動するわ。ここはいいだろ。先に進むぞ。誰もいないわ。どこにいてもおかしくない。結構動きが。なんだよこれ。お前にはんぜくそ、スパイダーをロックダウンしろ。ほー、スパイダー。いいスパイダーだな。くそ、チェ、出所を探せ。異常なし。誰もいないわ。ここはいい。次の場所に先に進むぞ。バレてないね。
諦めて出てこい。海に進む。特に何もないかな。誰もいない。クリア。移動するわ。異常なし。おかしいね。みんなに対して怒りを感じるんだよ。さあ目を閉じてぐっすりとすやすやお眠り。やべえすげえなこれ。怪我は負ってないんだけどな。まあ始末はしたか。おばあちゃん最高じゃねえか。今回の反対側からだね。上からか、これはね。待て、今のなんだ。さあ、目を閉じて、ぐっすりとすやすやお眠り。いやー、これすごいな。これはすごい。めっちゃクールダウン系あげたい。ああそういう感じね。はい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 、やっと意味が分かった。本当陽動よって感じだね。朝飯代わりに食ってやる。鎮圧ドローンがあるか。いやー鎮圧ドローンちょっとやっ厄介だね。さあ目を閉じてぐっすりとすやすやお眠り。最高。もうテイクダウン攻撃じゃないんだ。ええー、めちゃくちゃいいじゃん。これは楽しいな。しかも動きが俊敏というね。さあこれでゲット。あなたのすべては脳にあります。愛も恐れもそして夢、すべてのものが。それらは耳の間を行き来する電気信号です。どんなコンピューターもかなわない力強さを持っています。しかし限界もあります。私は母を脳疾患で亡くしたことで人は死を避けられないのだと理解しました。でもそれは変えられます。想像してください。あなたの脳をスキャンしニューラルマップをクラウドにアップロードできたら、そう、人類は苦しみから解放されます。死という苦しみから、そして抑圧、病気、戦争にすら悩まされることのない新たな社会が幕を開けます。こんにちは、私はスカイラーセン、ブロカテックの CEO です。ご紹介します、デイブレイクです。
さて、希望登録された皆さんはデイブレイクの仕組みを知りたくてうずうずしているところでしょう。でもその前に技術者がライブフィードを切断します。登録者以外に秘密を記録されては困りますから。これは意識的、そして無意識的な思考をスキャンするシステム。なかなか厄介な感じではあるね。まあ、仮想空間っていうわけじゃないんだろうけど。カードがいるか。でも誰が持ってんだそんなカードっていうか鍵は。ちょっと頑張ってもらおう。もうちょっと さあお金ゲット。あー、そこにあるのね。して、回収して、さらに開けると。さあ、目を閉じて、ぐっすりとすやすやお眠り。投降しなさい。従わなければ強行措置を取ります。警告です。違法行為を続ける場合は逮捕します。ターゲットが抵抗中、制圧します。痛い。痛すぎ。探してみる。はあ。テイクダウン。なんか攻撃されたような気はしたけど、この辺りでいいんだっけ。あ、もう脱出していいんだね。アイテム取ってるからこれだけ回収して降りるか。意外と。いやー、このゲームやればやるほど思うけど、ロスト早え。ノーマルだからね、これね。これハードだったら、これロス
ットのペースというかライフのダメージやばいだろうね。さあマスクゲット。やあデッドセック、でかい仕事を受ける気ない？スカイラーセンをやるってのかい？やるなら徹底的にやるつもりだよ。ラーセンって2年くらいかな人前に現れてないんだ。ホログラムじゃ殺しようないしね。あの女の消息をずっと追ってた。ロンドンが拠点なのも分かって。でもラーセンはガチで天才だし、 AI に革命を起こしてバグリーだって作った。どうして404にされなきゃいけないんだよ。いろいろあってさ、自分の目で確かめるといいよ。奴の自宅はウェストミンスターにある。そこに行けば分かるよ。接続を切られました。さあ次のミッション開始と。バグリー、ラーセンの自宅はわかる？職業別電話帳を開くだけのことですがね。ああほらありました。バカじゃあるまいし、自宅住所を公開するわけがない億万長者の欄です。セントジェームズスクエアまで絞り込みましたが、私に可能なのはここまでです。ならナウトに聞きな、知ってるはずだ。すでに試みましたがオフラインです。ラーセンの屋敷のことを話したとき、ナウトは随分動揺してたな。理由を知りたい。確かにね。でどれぐらいの距離、あ距離ってレベルじゃなかったな。さあ近くまでファストトラベルしましょう。スカイの住居を発見し、お待ちください。この物件の所有者はスカイ・ラファンターノですね。ラの跡が違うなんて驚きです。この住宅はスカイ・ラーセンの所有物ではありません。何の根拠があって入れると判断したのですか？らしいね。んじゃあちょっと見るからに全く怪しくない建築物ですね。カルカニメディカルの所有ですが、ブロカテックの出資により地下が掘削された記録があります。スカイラーセンの自宅を発見したようですね。ご存知の通りラーセンは2年前から公の場に一切姿を見せていません。良き隣人としては様子を見てあげた方が親切なのではありませんか？じゃあ見てあげようかね。まずロック解除で、さらに中に入って、あーやっぱ中身はさすがに。なぜ停止してるの？入れないか。どういうこと？オフになるなんて。もうちょい離れていってからだね。でも開かないんだよね。そしたら、とりあえず侵入しないとどうしようもないからね。あったね。ほい。消えるのか、切り替えたら。
味ないし。クリア、移動するわ。この中にあるんだけど、よし、やっとハッキングできた。じゃあ裏から行って、よし、オッケー。これでハラスメントもなくなるでしょう。対象はきっと感謝するでしょう。採用候補から連絡がありました。回線をつなぎます。借りができたな。本気で借りを返したいならデッドセックに入るのはどうだい。ぜひ手を貸してほしいんだよ。よしよし、やろう。さあ、手を貸してくれることにはなったけど、で、アルビオンの警備は全市民の安全を守るためにあります。彼らの警護を尊重し、指示に従ってください。なるほどね。そういうのもあるわけなんだ。面白いね。リセットがあるか、まさかの。そういうことか。はいはいはい。まっすぐ。さあ、オッケー。で、よし。オッケー。んじゃあお邪魔しようか。お帰りなさいませ、スカイラーセン様。長い間お戻りにならなかったので心配しておりました。いいから合わせて。長い間戻ってたいってことは、この中にもいないってこと。よろしければ音楽をおかけします。何かリクエストはありますか。一番ハードなドリル系を大音量で頼めるかい。スカイ様、申し訳ございません。傷んだ食材についてはこちらで処分しました。
デリバリーを手配いたしましょうか。ああ、いや、間に合ってるよ。スカイ様、しばらく研究室で作業されていないようですね。重要プロジェクトに関する最新情報をお伝えしますので、準備ができましたら下の階までお越しください。いいな、スカイラーセンの研究所を見て回れるのか。エレベーターロック中。もう AI で全部管理してるんだね。ハウスキーピングに満足いただけない場合、ブロカテックサービスセンターに連絡します。キーを起動、エレベーターロック解除、地下研究室に入れます。さあエレベーター行こうか。これで何がわかるかってところだね。私のおごりだよ。マジか、めちゃくちゃすげーじゃん。研究室へようこそ。ちょっとこれ、誰かいないのかい？地下では信号が届かなくなります。自力で情報を集めてもらう以外にありません。こりゃ天才ってのはちょっとばかりイカれてるもんだとは思ってたが、どうこうしてるよ。はああれかな、そういえば親がいなくなったっていう話だったよね。参考になりそうな過去の実験をいくつか再構成しました。どうぞお役立てください。これはあれかな、その母親の家だったのかな。リストバンド CTOSAR Data Reconstruction in Progress。どなたかがリストバンドにキーコードを残しています。このコードで表のドアも開くかもしれません。早速死体を見つけるとは幸先が良いですね。エイダ、スカイにもそんな心の拠り所があったんだね。人間だからね。CTOSAR Data Reconstruction in Progress。 母さん、ニューラルマッピングは本当に安全なのよ。ああ、もういい加減にしたらどうなの。前にはっきり言ったはずよ、嫌だって。母さんはガレージに行ったの、見たわよ、エイダにしたこと。エイダは元気で生きてる。あれで生きてる？スカイ、どうしてそんな歪んだ考えを持つようになったの？あなたの不気味な作品になるなんて絶対に嫌よ。不気味？私が不気味？なぜそうなってしまったと思うの？スカイ、よく聞いて。これはあなたが決めることじゃない。私が許可しない。私は母親なんだから。何か揉めてはいるけど、やっぱあの知能についてかな。申し訳ございません、スカイ様、傷んだ食材はこちらで処分いたしました。よろしく。悪いね、なんだって。申し訳ございません、スカイ様。あーもう壊れてきてるね。さあじゃあ上、エイダはワンちゃんのことかな、もしかして。いや、入れない。あら、入れない。これはやっぱ家の中か。
検体名エイダ、種別ボーダーコリー、ニューラルアップロードステータラス、生存および良好。ああ神様、あいつの犬だよ、かわいそうに。一体どうしたら生き物にこんなことできるんだい。え、マジで。はあ、脳を移植したっていうか、そういうことね、データを。うわー、なかなかなことするな。よしよし、いい子いい子。よろしければ上の階へどうぞ。上の階にはたくさんの記憶があります。なかなかやったなあ。さあ上の階、多分ここはまだだね。子供の頃からの記憶があるって感じか。少し休まれますか。照明の調節はお任せください。まるっきりごく普通の10代の娘の部屋って感じだ。あん、他に何があったんだい、スカイ。なんかトロフィーを壊したらしいね。CTOS AR Data Reconstruction in Progress。 いや、薬はやめて。ああ、なんてことするの。大丈夫、すぐ楽になるわ。よくもこんな。大丈夫、私はここにいる。ここは家よ。こんなの家じゃない。ここは鎮痛剤ね。まあ医療器具だけど、実験ではないだろうね。助けるためにいろいろ開発しててこうなったって感じかな。よろしければ下の階にお越しください。ぜひ皆さんとご一緒に。皆さんってことが分かってんのか。入室します。あなたの不気味な作品です。あなたの不気味な作品ね。おやおや、一体これは何だい、バグリー。ハッキングができるんだね。おー、すげー。データリコンストラクションインプログレス。うわ、ハッキングしたくねーなー。ニューラルマッピングの処置は13時27分に終了。被験者は13時29分に死亡確認。スキャン後2分で容体が悪化。初期からすれば目覚ましい進化と言えるでしょう。母さん、運が良かったわね。ニューラル消去準備完了。運が良かったか。拾われたことにも気づいてるか。スカイラーセン、私の部屋に入室。
にハッキングはできそうでできないって感じか。うわ、なんだこれ。ニューラル消去処置1日目。被験者の氏名はシュニード・ラーセン。起動の時間よ。スカイ、ここはどこ？何も見えない。被験者の意識はコードと一致。ニューラルマップ正常、完全に機能している。被験者？これよりコードの消去を開始する。何？どうして？なんてこと。言うことを聞かなかったのね。もう黙って。ねえお願い、年を取った母親になんてことするの。静かに眠らせて。少しは信じてよ。2日目。運動野は完全に不要。コントロール A を消去。気分が悪い。12日。変幻系コードは維持。情緒反応は実に面白い。お願いよ。20日目。前頭葉に着手。新しいセキュリティシステムは主体的な思考を持たない。スカイ、お願い、この痛みを分かって。側頭葉コード言語機能の低下。29日目。最後に変幻系コードの消去。ご用件は何でしょうか？照明オンオフ。いいわ、音楽をかけて。私の好きなものを。素敵、この新しいアレンジはなかなかいいわ。どう思う？なんてことを。実の母親だろうに。彼女のやり口の説明がつきます。完全にモデル化した人間の脳を確保し、制御できるまで余分なものを切り捨てていく。なかなかどうしてひどい話です。お願い、助けて。はあ、ハウス AI は親だったということね。はあ、ちょっとこれはゾッとするな。スカイじゃないのは分かってるんだ。あんたは真実を見せたかったんだね。はい、ようこそ。知りません。あなた見えません。残念ながら、残念ながら。スカイを探してる。いい場所は？はい、助けが必要です。こんな生き方望んでいません。スカイは歪んで苦しみを知ってほしい。ああ、理解しようとはしてるよ。苦しみから解放すれば情報をくれるってことかい？はい、安らかに眠らせてください。で？そしたら楽にさせてあげよう。座標を入手しました。それとありがとうというメッセージも。というわけで、いい加減ここから離れませんか？いやー、気持ちのいいものではないね。デッドセック来たの？ナウト階？上の階よ。準備ができたら上がってきて。ナウト、分かってたわけか、これが。
あんた何もかも見たんだろ。うん、あの女の母親に頼まれてね。できなかったけど、わかる？もうすぐデイブレイク計画が動き出すんだ。そしたら大勢が同じ運命をたどるだろうね。スカイはみんなを永遠に閉じ込めるに違いないよ。母親がスカイの居場所を教えてくれたよ。そうなの？彼女やったんだ。で、どうするの？私たちが終わらせてやる。援護は任せたよ。わかった。ざっと見てみるか。いやー、今回のはなかなかだったな、正直。うわー、結構ゾッとするような感じだったね。スカイラーセンの面白地下室でトラウマを追いましょうは大成功でしたね。彼女の秘密の隠れ家を特定しました。ならすぐに向かおう。たった今ビデオメッセージを受け取りました。スカイラーセンからです。見せとくれ。警告する。あなたが誰かも何を知った気になってるかも知らない。近寄らないで。消えて。私は人生をデイブレイクに捧げてる。誰にも邪魔させないわ。正体は突き止める。人生をめちゃくちゃにしてあげるわ。私には簡単よ。あなたはどう？じゃあね。どうやってこっちの場所が？スカイラーセンは母親をデジタルロボトミー手術して、それをベースにスマートホームの豪邸を建築したぐらいですから、このくらいは当然でしょう。母親にも責任はあったのかもな。うちのもそんな感じだ。こっちを恐れてるんだ。出なきゃ脅す意味ないし。私が彼女ならバカ笑いしてるとこだけどね。人それぞれだ。さあ行こう。さあ、ということで今回ここまでですね。次回、呼吸の中へと。スカイラーセンの居場所を特定しろだから、どうだろうね。見つかるかどうかはまあ別として、まあただちょっとね、放ってはおけないやつという感じかな。いや、なかなかのエグさよ。本当にすごかったね。じゃあ、ということで、今回ここまでとなります。まあ、今回の404はこのおばあちゃんでやっていこうかな。ナイス。まあ次回この続きからやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。